はい、というわけでね、これを使っていこうかなと思います。ガラスペン、久しぶりのねガラスペン、アリエクスプレスで買ったやつですね。すごい久しぶりに使いますけどね、書きやすいや、これ使ったっけうん、ガラスペンね何本か使ってるんですけどね、何本か使ってるっていうか何本か持ってて、全部使ったことあったかどうか微妙ですけどね、よし、それではガラスペンを使って、まあ僕がちょっとね、あ、これ好きだな、これよく使うかもっていうインクたち、ちょっと書いてみたいと思います。これ、フライングタイガーで買ってきた紙かな、ドローイングブーク、果たしてこうインクたちがねこれにどう乗るかちょっとわかんないけど使ってみよう。ということでまずはカーボンインク、カーボンブラック、これどうかな、このこれ角度によってだな、あ、結構このガラスペン書きやすいです、でも角度によってインクがうまく流れてこなかったりするか、まあもう最近よく出てきてるけどね、カーボンブラック、よいしょ。では次にセーラーのキワグロ、ガラスペン久しぶりに使ったけど楽しいね、いい、気持ちいい、まあ、これが僕の好きな黒2色かな、僕が選ぶ2色はこれかな。で、ブルーブラック系、ちょっと草木はね、草木の月夜からいきましょうか。月夜とパーカーのクインク、ブルーブラック、はい、これが月夜ですね。で、パーカーのクインク、ブルーブラック、こうやって比べると違うもんだよね。なんか結構似てる印象があったけど、万年筆で書いてる時はね、でも万年筆とガラスペンとっていうのもね、またちょっと違いますからね。あー、でも乾くと色近くなるね、やっぱり月夜とクインクのブルーブラック。
で、草木セーラーの顔料インクです。なんかこうブルーブラックよりもちょっとなんだろうね、墨っぽい感じあるね。うん、この色はいいよね。これありだと思います。で、青系だと最近結構好きなモンブランのロイヤルブルー、まあ昔はねちょっと鮮やかすぎるなって思ったりしたこともあったけど、これ結構最近好きですね。うん、なんだろう、青っていう青でもないしな、なんだろうね、うん、これ結構気に入ってますね。青系だとこのインクを選んじゃうかな。うん、で、ちょっと山栗いってみましょう。まあ茶色、焦げ茶なんだけど、おお、ギリギリここでもう止まっちゃうね、ミニボトルは。ちょっとここに上に書きますね。結構黒に見えてくるぐらいな。でもこうやっぱりね、カーボンブラックと比較すると茶色感がはっきり出てるんでいいですよね。うん、だから黒としても使える、黒としても使えるってなんだろうね、黒の代わりに使える、こうなんかベーシックな文字を書くときにちょっと使える茶色。じゃあちょっと赤いきます。赤はこれが好き。うわー、真っ赤の、真っ赤だよねこれね。うん、ストーリア、ザ赤っていう感じかな、僕の中では。うん、結構いい赤の一つですね。まあ他にもね、赤はペリカンの赤も僕すごくザ赤っていう感じがするからそれも好きなんだけどね。うん、まあどっちでもいいんですよ、どっちも好き、どっちも好きだけど、今回はあえてこっちを選びました。で、紫系の中で山ぶどう、
ちょっとね、山ぶどう。ぶどうっていう字が難しいんで。いいよね、この色もいいよね。で、この山ぶどうに対してこっちも結構好き、江戸紫。これ今売ってるのかな、どうなんだろう。東京には普通に売ってるのかな。すごい近いとこにいるよね、この色。紫ってどうだっけ、こうか。江戸紫の方が山ぶどうよりも、ちょっとね、江戸っぽいね。江戸っぽいってなんだ。なんだろう、なんて言ったらいいんだろうね。ちょっと濃い。江戸紫の方が少し黒っぽいというか。で、ラストこれかな。エルバンのビルマの琥珀。これね、ビルマの琥珀、琥珀ってどうだっけ、漢字忘れちゃったね。はい、なんかもう黄色系ですよね。あ、これとね、なんか似た系統でストーリアのライオンっていう色がねありますけど、それも好きなんですよ。こういう系統の色は基本的に僕好きな色。はい、こんな感じですね。はい、ということで、まあとりあえず今僕が感じてるというか、今もっとね、いろいろあれはこうだしとかやってると、あ、そういえばあの色って出てくるかもしれないけどね、今はこんな感じで。僕もまだまだ持ってないインクだらけだから、あくまでも今僕が持ってるインクの中で好きな色たちっていう、感じですね。好きな色って言われるとまあ難しいんだけど、あえて選ぶならみたいなところかな。まあ、その他のね、ちょっと変わったインクはあるんですよ。キラキラしてラメが入ってるやつとかね。このエルバンのこれなんだっけ、名前忘れちゃった。これがラメですね。あ、結構固まってしまってる。ほら、ちょっと、インク入れるとき、使うときはちょっとね、混ぜてラメをブワーッと散りばめて使うっていう感じのね、こういう系。これはまあちょっと特殊な感じですよね。あとはプラチナのコテインク、これもまあ特殊なインクかな、の一つでしょう。これはちょっとね、描き始めてからだんだん色が変わってくるっていうタイプですよね。まあ、これもね、面白いけど、これはちょっと変わり者っていう感じで今回は選んでませんけど、まあ、こんな感じかな。この辺りは、結構まあ好きなインクっていうよりも、好きなインクの中で
やっぱり使う頻度が高いっていうインクたちだと思います。インクって難しいよね。でもうどの色もね結構綺麗だから大好きだし、あのクジャクも大好きなんだし、大好きなんだしとかね、大好きだしな。いや本当いろいろあるんですよ。はい、ということで、インク答えはまとまらないということです。だこうやってね、あれもいいしなこれもいいしなってやってインク沼にはまっていくんでしょう。人々はインク沼にそうやってはまっていって、で、インクを使い切ることができなくなってきて、あれだいたい 2,3 年ぐらいでしたっけね、使い切るといい期間って。だからもう全然超えてますけど、超えてます。はい、全部ね、使い切れないですよね。いろいろ、僕は結構書いてるんだけど、こんだけインクの数があるとね、まあなくならないです。はい、ということで最近はかなりインクを買わないようにしてます。今持ってるインクたちをまずはどんどん使っていこうと思ってるんでね、最近なるべく新しいインクを買わないようにしてるんだけど、と言ってもたまに買っちゃうけどね。はい、しばらくインク使ってインクが減ってきたらまた新しいインク買いたいなと思ってます。でもどうしても欲しいインクが目の前にあったら買うかも。ということで、皆さんも沼には気をつけましょう。